安倍総理、約8年間の在任、本当にお疲れ様でした。でもこんな時に健康状態を揶揄している立憲議員、本当にそれ、正気ですか？はい、というわけでこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。8月の28日、約6時に、撮っております。先ほど安倍総理の電撃記者会見が終了いたしまして、安倍総理大臣がですね、任期の途中ではありますけども、総理を辞職するということを、宣言をされました。まあ、健康状態に不安があるということがずっと言われてきたんですけども、やはり持病の難病が再発をしてしまったと、そしてこの今の重責を担うことがねできなくなったと、ご自分で判断されたということでございました。まず我々もね、野党という立場で安倍政権、安倍総理には厳しいスタンスで臨むこともございましたけども、まずはですね、この8年間本当にお疲れ様でしたと。そしてですね、体にご自愛いただいて、まあ、ぜひですね、このご病気に関してもですね、治していただいて、一日も早く元気なお姿になっていただけることを、記念をしたいと思います。で、まあ、今後の政局についてはですね、まあ、いろいろあるので、また後ほどいろんなこともお話したいと思うんですが、まあ、でもね、ほんとこういう時にね、信じがたいことをですね、言う人がいるんだなと思いましたよ。やっぱね、これは、政治的立場が違ってもね、野党でも、まずはやっぱりお疲れ様でした。お体を大事に。まあそう言ってね、まあ少なくとも今日ぐらいはね、送り出せばいいじゃないですか。ところがですね、まあ立憲民主党も昨日の立憲民主君に続いてですよ。昨日の立憲民主君は、まあまあ総理大臣の健康状態をね、20年ごとにこう亡くなる方がいるみたいな、最悪な形で揶揄する発言をして炎上したばっかりなんですけども、今日は石垣ロリ子さんという立憲民主党所属の現職参議院議員がですね、ツイッターでこんな書き込みをしています。総理といえども働く人、健康を理由とした辞職は当然の権利、回復をお祈りいたします。まあここまでいいでしょう。その次です。が、大事な時に体を壊す癖がある、危機管理能力のない人物を総理総裁に掲げ続けてきた自民党の選任責任は厳しく問われるべきです。その責任を問い、政治空白を生じさせないために早期の国会改革を求めます。っていう書き込みされてるんですよ。大事な時に体を壊す癖がある、危機管理能力のない人物と、までですね、まあ安倍総理大臣を弾劾している、まあ厳しく責め立ててるわけですけども、これね、まあ7年8ヶ月、国民の信託を受けてです。一国の宰相を務めた、総理大臣が、まあ本当断腸の思いだと思いますよ。記者会見私も今全部見ましたけども、まあちょっと涙ぐんでたようにも見えましたし、本当にまあ、プロンプターも使ってなかった。もう胸を打たれるものがありましたよ。それは多分政治信条も政策も違うことがありましたから、いや、それはもう全然日本にマイナスだよと思うこともありましたけども。でも私はこの思い、日本をね、良くしたい。もう少しでも日本人を幸せにしたい。その思いでこの重責を担ってきたということは間違いないと思うんです。だからそれはもう敬意、リスペクトというのは当然あるわけである。その人がもう断腸の思いでこの辞める日にですね、その人を取り上げて、大事な時に体を壊す癖がある、危機管理能力のない人物、こんな言い方で弾劾することはありえますかと。いや、その難病の方っていっぱいいるわけですよ。この日本社会にも。その方々全員にですね、なんかこう、何かことが起きた時に、君大事な時に体を壊す癖があるよね。危機管理能力ないんだよ。っていう風に、難病の方に言うんですかと。まあ、それはちょっと信じがたいですよ。人権意識が全くない。で、こういう人権意識が全くない人が、立憲主義だとか、リベラルだとか、そういうことを語ってるというですね。そして野党の現職国会議員にいる。まあ、それはね、私はちょっと信じがたい思いがしております。石垣のりこさんは同期当選ですし、まあ、実際あればですね、まあ、切符、まあ、はきはきしてて、感じがいい方だなと思いますけども、まあ、先日ですね、ネット番組で一緒になった時もですね、まあ、すごいヤジを飛ばしたりとか、人を離れ笑ったりとかですね。で、今回この書き込み、まあ、どうもですね、ちょっとですね、それはもう、少しですね、政治家としてまあ、そしてあるいは人としてですね、大事なものがね、私はね欠けているんじゃないかなと本当に思いますね。もうちょっと今日この書き込みについてはね、ちょっとどしがたいというふうに思いまして取り上げさせていただいております。で、これからのスケジュールなんですが、まあ、総理が辞めたら解散総選挙が起こると、勘違いされている方もいらっしゃると思うんですが、総理大臣が辞めても別に衆議院は解散されるわけでは、ありません。その衆議院っていうのは別のものとして残ってますから、自民党の総裁選がこれから行われることに、なると、そしてですね、今報道によると普通自民党の総裁選というのはですね、党員投票というのは全国の地方議員とか、党員とかも含めてですね、投票やるんですが、まあ、緊急事態、突然の辞任で、まあ、空白をあまり長く作るわけにもいかないので、両院議員総会とか、まあ、国会議員だけの投票、国会議員プラスアルファの投票で決めるんじゃないかというようなことが報じられています。で、次の総理が誰になるかと。まあ、今、永田町ではこの6時現在では、まあ、岸田さんが最有力。で、菅さんもあり得るかな。まあ、石破さんが大穴。まあ、そんなような雰囲気で情報が流れています。まあ、私はこの日本の危機を乗り切るというところの観点から言えばですね、やっぱ菅官房長官が一番ここの代打というか、代打当番というか、緊急当番ではふさわしいんじゃないかなと、まあ、個人的には思いますけども、まあ、岸田さんというのがこれまで前場、
まあ安倍さんの次ということでそういう規定ルートは敷かれてきましたから、まあ手堅く岸田さんで決まるんじゃないかというようなことが読まれて、まあ雰囲気としては永田町の雰囲気としてそういう情報も流れています。全くわかる、まあそれでじゃあ岸田総理になってですね、解散総選挙がじゃあ行われるのかというと、やっぱこの内閣改造が行われて新政権が発足した時の支持率の上がり具合とか、まあ世間の情勢、コロナの拡大具合とか、まあそうしたことで左右されるんだろうと思うんですけども、まあやっぱここはね、臨時当番という意味合いもありますので、まあそう長くですね、衆議院がこのままやるか、臨時国会、通常と最初から最後まで全部やるかというとですね、まあちょっとそれは考えづらいのかなと。まあ解散が早まったのか遅くなったのかで言えば、早まった可能性が高いというふうに思います。なので私たちも常にもう戦場にいるつもりで、準備をしていかなきゃいけないと思います。まあそうした中でですね、やっぱりこの国の不幸としてはですね、先ほど申し上げたような、この難病の方を、そしてその病気を抱えながらそれを一生懸命コントロールして、8年近く日本を支えてきた政治家に対してですね、体を壊す癖がある、危機管理の能力のない人物というような、もう人権意識が人権意識が全く感じられない言葉を投げつけるような、そういう人たちが平気で包含している政党が野党第一党になっているということが私はこの国の不幸だと思います。ですからやっぱ、でも自民党だって当然欠点はたくさんある。このままでいいと私も全く思っていません。だからこの自民党に対抗できる健全な、ちゃんとした勢力、きちんとした野党、政策提案型の人の上げ足を取ったり、人権意識のない言葉で攻撃したりするんではなくて、きちんとですね、敬意を払いながら政策提言ができる野党が、やっぱりですね、大きくなり、そしていずれは政権を伺えるような勢力に成長していかなきゃいけないと、もう本当に改めて思いましたんでね、これはもう自民党と政府与党と正々堂々と政策論争していって、もう多分相場あるであろう来るべき解散総選挙でですね、もうこういう立憲民主党を上回ってですね、大きな政党になりたいと、もう私はもう本当に今日心から思いましたんで、そのために尽力をしていくということをお誓いを申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた次回、さよなら。